自治体別の新規感染者数です静岡市が852人で最も多く次いで浜松市が612人富士市が219人八重市が143人などとなっています県内では合わせて3181人で先週から527人減少20日連続で前の週を下回っています死者は11人で 県内の累計は720人となりました。新たなクラスターは確認されていません。正午時点の病床使用率は、県全体で44%となっています。直近1週間の新規感染者数は19,895人と、前の週と比べて0.83倍で減少傾向が続いています。